それが新品の葉なんだけど。ああ、そうなんですね、はい、新品の古いの比べると分かっちゃう、はい、こう角が丸くなってるとかさ。あ、全然違いますね。こういうなんか欠けてるのもありますね。はい、これなんか新品に変えてきたの。それは新品ですね、はい、だからよっぽどひどかったもんね。こうやってリング外すわけです。ああ、それで外すんですか。あ、私慣れねえ時は大変なんです。何でも慣れが必要なんですね、はい、ちょうどですね、あの道路側の方にですね、枝であったりあと草の方がですね垂れ込めてきてまして、やっぱりちょっと車に当たってしまうということで除草作業始めます。結構ね、もうこういうふうに道路側にはみ出ちゃってるんですよね、枝が。おっと、いいですね。あまり無理の雨と今度生産期間の方から。はい。いや、雨でこう垂れ込めてきてるようです。
ナゴナですね。ビッツァさん、草刈るゴン、はい。あ、みんながご苦労様です。あ、いいえ、とんでもないです。草刈るゴンさん。はい。あれ、バックの高さまでは草刈るんだよね。はい。あの、いいから。上から刈ってったり、あの、はい、潰してみるから。はい。少々の互い草でも見えるからいい。結構、ゆっくりこう、慎重にやっていくんだよね。ああ。何やる、カニやるってこう、見ながらやっていくから。はいはい。火災してるの見えちゃう。はい、見えます。ね、見えていくと、ああ、ちょっといい感じだなと思ってた。あ自分の手元の影でいくから。あ、そう、ただ、俺の爆風の運転技術はダメだからね。そうですか。実はさっぱりできるよ。わかりました。やっぱり運転するのはできるんですけど、そこからこう、なんていうんですか、運転と操作は違うんですか。ああ。ただ、物をつかんだりするのはできるけど、それをうまく、ね、あ、寄せたりとかですよね。刺さって、あと、ちゃんと残土もうまく積み上げるのは、はい、前言ってたのハサミでもあの缶コーヒーを掴むとかですよね。ハサミで缶コーヒー掴むだろう。あの機械さ、はい、今からの時期とか天敵、草刈りの天敵です。え、もういいですか、うん、ん8、ああ、もうこれ覚えましたから三橋さんの見てて、はい、あの機械よかった、初めて俺答えられましたよ。あの機械どうにするアップですか。はい、あ、これます。うわーって言って、はい、バタバタバーって言っても、はい、オペレーターさん来るのが少ない。あ、対象物が壊してもこういったから、はい、こいつはブンブくんの、へえ、こっちまでは来ねえの、目先の敵が、この距離、爆砲の腕の距離だから、うん、はい、こっちで排気ガスで煙ってくから、はい、こっちはあんまり来ねえの、このあいつアタッチメントさはガンガン、この人はオペレーターだからね。でもね、もっといいのは、あの、囲ってあるやつも、全然怖いぐらいですよ。相手と囲ってねえから、はい、ちょっと、ちょっと、カリバラ駅持って、蜂の巣なんてガンってやったら、もう、思わず食っちゃう。餌食だと。餌食ですよね。その点はあいつは。ああ、そういうことですか。うん、へえ。機械使って何分も回すさ、はい、手刈りの方早いとかさ、はい、手刈りは
いろんな大きな機械使うの静止化学からとかって言うでしょ。はい、あります。それは楽に越したことねえよね。そうですね。ただ草刈りって楽勝？あの家でやってる分にはいいんです、うん、こういう仕事としてやってて毎日やるじゃないですか、体に本当に行くんですよねでやっぱりどっかで休まないとと思うんですけど、休める時がないのでやっぱりこういう機械を使って少しも体の負担減らしていかないと、バデますね本当に、ね、人数少なくて、はい、ラグにやるのはやっぱラジコン使ったりさ、はい、こういったあの小回りが効くからいいんですよね。あのいろんな狩り場が点在しているので、こういう風に狩れるっていいんですよね。本当バックを使ったりさ、はい、あの一番思ったのはこんなちょっとしたとこでもっと思ったとこも、あーもう機械でやった方がいいなって、うん、なんかそれ積み重なると本当にあの夜になるとガタってこう来るんですよね1週間に1回とかさ、はい、1時間とか2時間やる間には、はい、それこそバッテリーの草刈り機械が必要ですし、はいはい、こんな大きな機械必要ねえでって、はい、これはもちろんですよ、はい、だけど自分でやる場合とかだとさ、はい、無駄に疲れのようにやらねくねえから、はい、最初の人数とかさ、はい、使い入れるんだったら最初の人数で、はい、人数入るんだったらいかに効率よくやるかって、はい、そういうのを考えなきゃ、はい、この現場は今草刈るもんで、はい、やっと買ったんだけど、はい、草刈るもんだと上から潰せっから、はい、道路差倒れるのが少ないんだよね。ああなるほど、うん、はい、これで手刈りでやっていったら、はい、全部倒れるんだよね。倒れます、はい、で下からんでるのがもう、はい、下からもこうこうだけじゃなくて上下向けられるから、あ、まあ車着てねえのが前提だけど、はい、上下向けてずっと少しやっていくと結構取れっから、はい、そういうふうなのもやんねえとか、あ、うん、全部引っ絡まって取れねえ倒れねえ、はい、では伸びねえからですね、うん、